おはよう。今の君はどっちなのかな。あんた、トシコ。五条悟、呪術高専で1年を担当してる。あっ、虎杖悠仁、君の秘匿死刑が決定した。全然折り返しないんすけど、じいちゃんどうしてます？あれ、ちゃんと伝えたんだけどな。やかましい！そんなって言っとけ！部活しろ！部活！うっす。明日、夕方行きます。こんなところに特級呪物保管するとか、バカすぎるでしょ。ないですよ。それ、取り戻すまで帰ってきちゃダメだから。佐々木先輩、井口先輩。しゃ、行くぞ！お、く、り、お、ね。活動実態のない研究会には事前通告の通り物質を明け渡してもらう。さっさと退去しろ。虎杖、全国制覇にはお前が必要だ。生徒より問題のある教師が来てしまった。俺が負けたらお前のことは諦めよう。正々堂々。死体でも埋まってんのか。だとしてもこのレベルがうろつくとは。クソ、気配が強すぎて絞れねえ。すぐ隣にあるようで遥か遠くでもおかしくない。しゃー！ 14メートル！俺の本気を伝え。だいたい30メートル。こういうの無理だし。何もしなくていいの。幽霊でいいのよ。おかけんだけに。結構気に入ってんだ、おかけんの空気。そういうことなら私らは別に。もう半過ぎてんじゃん。じゃあ先生、俺用事あるんで。呪物の気配。直されなバカ。つうか部活はどうしたよ。部活しろ部活。うるせえな。お前は強いから人を助けろ。手の届く範囲でいい。救えるやつは救っとけ。お前は大勢に囲まれて死ね。俺みたいになるなよ。もしもし。じいちゃん死にました。うん、必要な書類はこれで全部ね。うっす、お世話になりました。虎杖悠仁だな。呪術高専の伏黒だ。お前が持っている呪物はとても危険なものだ。今すぐ俺に渡せ。呪物？これだ。人間の負の感情が呪いの源になる。だから多くの学校より邪悪な呪物を置くことで他の呪いを寄せ付けない激毒。魔除けとは名ばかりの悪臭だ。お前が持っているのは特級に分類される危険なものだ。から、俺が追ってきたのは箱にこびりついた雑紙や。だから先輩が持ってる。やばいなんてもんじゃない。そいつ死ぬぞ。電気つけようぜ。ダメ、雰囲気重視よ。スリルを楽しむのがおかけん魂じゃん。人間の。なんだこのプレッシャーは。友達なんだ、ほっとけねえよ。ここにいろ。どこに。出す。邪魔だ。玉剣食っていいぞ。俺の数が増えてきた。見つけた。間に合わねえ。虎杖決闘。こっちのは。これが呪い。思ってたのと違うな。伏せろ。くそ、お前だってやばいじゃねえか。
代を呪いとして払う。それより俺も伏黒もボロボロじゃん。早く病院行こうぜ。今どういう状況？五条先生、どうしてここに？いや、2年のみんなに見せやーった。こっち来て。観光がてら長谷さんじたってわけで、見つかった？ごめん、それ俺食べちゃった。本当だ、混じってるよ。スクナと変われるかい？スクナ、君が食った呪いだよ。ああ、10秒経ったら戻っておいで。でも大丈夫。後ろ！菊福は他のお土産とは言って。そんでね、中の生クリームが絶品なのよ。生徒の前なんでね、カッコつけさせてもらうよ。7、8、9、そろそろかな。お、大丈夫だった？驚いた。本当に正義。任せなさい。ってなわけで改めて、君死刑ね。今すぐじゃねえってことか。そう、一から説明するね。全部で20本、うちではそのうちの6本を保有してる。20本？それだけ強力な呪いなんだ。日に日に呪いは強まってるし、君が死ねば中の呪いも死ぬ。うちの老人どもは臆病で、少なに耐えうる器なんて今後生まれてくる保証はない。君には今2つの選択肢がある。全ての少なを見つけ出し取り込んでから死ぬか。改めて見ると気色悪いな。スクナ相手に難なく自我を保てる。千年生まれてこなかった逸材。スクナは全部食ってある。あとは知らん。いいね、君みたいのは嫌いじゃない。楽しい地獄になりそうだ。お前はこれから俺と同じ呪術師の学校に転入するんだ。え？ちなみに1年生は君で3人目。スクナ！東京都立呪術高等専門学校、日本に2校しかない。教育のみならず任務の斡旋サポートも行っている呪術界の要だ。そしたら俺即死刑。なんだ、貴様が頭ではないのか。悪い先生、たまに出てくんだ。愉快な体になったね。小僧の体物にしたら真っ先に殺してやる。呪術全盛の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れた。まごうことなき呪いの王だ。先生とどっちが強い？遅いぞ、悟。ん？8分遅刻だ。おっさんが可愛いを作っている。責めるほどじゃないなら責めないでくださいよ。矢賀正道学長だ。その子が？虎杖悠仁です。他人の指図で君は呪いに立ち向かうと。人形じゃなかったのか。呪骸、人形だ。うおっ、納得のいく答えが聞けるまで攻撃は続くぞ。家族の遺言だっつーの。それを他人に言われたから笑わせるな。だがこれだけは断言できる。今のままだと大好きな祖父を呪うことになるかもしれんぞ。君はなぜ呪術高専に来た。スクナウック、それは俺にしかできないんだって。そんなのごめんだね。自分が死ぬ時のことは分からんけど。サトル、行を案内してやれ。それから諸々のセキュリティの説明もな。合格だ。ようこそ呪術高専へ。おお、広い広い。2、3年は今出払ってるけど、ま、君の中のスクナが力を取り戻すために指の在りかを教えてくれる。だから現場にいないと始まらない。そんな親切かこいつ。ま、一緒。それより明日はお出かけだよ。盛岡までですでに4時間。ようやくあのクソ田舎ともおさらばね。スカウトされたらどうしよう。スタダとか